みよう。はい、松村さん開けてみてください。開けまーす。何が入ってるんでしょう。食料。え、地図だ。地図。食料。地図はあるね。食料。ね、食料。順番はバラバラ。まずこれ。これはね、歩くときに湿布やとか。あるいは、筋肉痛になったりそういうもの、それからサポーター、これを足がずっと歩いてると足が痛くなっちゃうから薬を塗ったりするわけだよね。これはよかったティッシュ。え、これはね、お腹減った時のおやつ。これはね、お寺に、お線香、お線香のお食事を入れてます。あとね、これは何でしょう。ヒューチヘッド。これは皆さんあんまりね、知らんと思う。あ、分かった。血圧計。次にこの袋に入ってるのは服。服、これはね、下着、シャツとパンツ。1回分だけ入ってます。で、歩くとね、毎日汚れてるからお風呂入ります。でお風呂入るときにその汚れたものを洗濯に入れる。で洗濯してる間にこれをこれに着替えます。ホテル泊まるときも一緒。全部お風呂入ってくるじゃん。じゃあこれは何でしょう。はい、カバン。これは草刈るときの。あ、あれか。草刈りのカバン。すごい。歩いてるところに草がいっぱい生えてたりすると歩きにくいでしょ。だからそのためにこういうのでそう、はい、とか、はい、松村さんはそうやってちゃんとこうやって小さい袋に入れてたけど、僕は大雑把だからほら、みんな一緒。薬と歯ブラシとみんな一緒。みんな一緒だ。うん、だね、おやつはパン。で、あとね、松村さんは、まだ言ってないけど、お遍路さんはお寺をお参りするよね。お参りする道具が必要です。だからさっき松村さんお線香をしたけど、僕はお線香とろうそくはこういうふうに使ってそれから、お賽銭ね。お賽銭、お寺でこうやってお金入れるでしょ。お賽銭が入ってる。それから、農協帳と言います。これはお寺に行った時に、お寺でこうお経を唱えて拝むよね。その時に、じゃあお寺に来てちゃんと拝みましたっていうことで、お寺でハンコをしてもらいます。これが農協帳ね。で何回も行くとこうやって赤くなる。お遍路さん見せてあげてください。ご自分の農協帳こうやって赤くなって、漢字でいろいろ書いてあるんだよね。
はい、それで、何て書いてあるか分かんないよね。じゃあね、何て書いてあるかっていうと、例えば、ここから一番近いのは円光寺だよね。宿毛に円光寺っていうお寺が、38番かな、あの9番9番か、39番の円光寺があります。円光寺の、円光寺に行くと何を書いてくれるかっていうと、まず、奉納って書いてます。漢字が書けないんじゃないんだよ、みんなに分かるようにひらがなで書いてるんだね。奉納って書いて、奉納っていうのは お経を読みましたっていうこと。それで、真ん中は分かんないよね。それで、お寺の本堂にいる仏様は、円光寺薬師如来なの。薬師如来っていう仏様がいるから、薬師如来の間、でこっちに、円光寺って書いてます。で、赤いハンコは何かというと、赤いハンコは円光寺は、本当この上に押すんだけど、ちょっと分かんないからずらすね。こうやって鐘、ほらゴーンってやる鐘の円が書いてあって、39番って書いてある。Thank you.
仏様の名前だから、ここは校長先生。で、円光寺、お寺の名前で、こっちは大塚小学校。そういうふうに、このハンコはなってくる。で、それが漢字で、筆でシュッ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 って書くから、何書いてるか分かんないけど、そういうことが書いてあります。何も見えなくなっちゃうから懐中電灯なんだよ。それであとお参りの時にお経を読むっつってね、お経の書いてある本、誰か読んでみたい人。じゃあね、大体どのくらい暑い時はいっぱい持たなきゃならないし、寒い時は